六六組のエンタメラブへようこそ。六六組のペチとキメラチド中大企業のサクです。というわけで赤いナースコール第1話終了いたしました。はい、ということで大注目の第1話終了しましたけども、はい、最高でしたね、うん、あらなんか期待以上だった。よかったマジで最強で最強最強で最強。そう、記事を変えてください。変えますから、最強で、うん、ちゃんと言わなくていいです。変えますからはい、ということでなんかいい感じに怖かったし、うん、いい感じに全然わかんなかったし、うん、ね、何より面白かったしっていうことで、うん、考察の夏来ましたね。来ました。ここまで考察に振ってくれると嬉しいね。いや本当ね、我々としては。いや秋元さんはそこが何より上手ですね。いや本当に考察の父。考察の父ありがとうございます。ね、本当に何だろうこのシーンっていうのが5分に1回ぐらいあったので。いいね。でまあ一番謎だったのはやっぱ浅田美代子さんが21歳で登場した西脇、ね、誰だあれは。え、だってあれはあの年代の人が誰も見つかんなくてもう浅田美代子さんで行っちゃえっていっぱいいるよ21の世代めっちゃいる。高校世代かもしれんし、うん、忙しかったんじゃない。違う、あ違う、じゃあそこも考察どころってことで間違いないので、はい、まあそのぐらいね細かいとこも考察どころたくさんありますので、うん、まあ皆様考察に飢えてたと思いますので、まあこのドラマ全力で楽しみながらね、僕たちと一緒に考察ライフ3ヶ月間やっていきましょう。よろしくお願いいたします。というわけでそんな赤いナースコールはテレビ東京系列で毎週月曜23時6分から放送されているドラマでありまして、他にもですね TVer とかでリアルタイム放送もやってますし見逃し配信もやってると。でさらに YouTube に第1話のフル動画も上がっておりますので結構何でも見れるようになってますので、ありがたい、うん、放送されてない地域の方もねぜひ僕たちと楽しんでいきましょう。そして動画は次の日の火曜日に上がっておりますし、反響が多かったら直前考察もやろうと思ってますのでぜひ盛り上げていただきと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで考察していきますが、やっぱ最初に言った通りね謎がかなり多いので、まずはですね1話であった謎を時系列で追いながら考察してって、でそっからどんどん深掘りしてってこの1話の考察という形でいきたいと思います。ということで最初のシーンですが、主人公春野翔太郎とヒロイン三森アリサの運転シーンから始まりましたね。で2人はアリサの実家に向かう途中だったということで、まあここでねちょっと2人のプロフィール紹介しとくと、春野翔太郎は若手脚本家ということで、はい、ね、この脚本家っていうのがね何か意味が出てくるのか、うんうんうん、ってところもかなり注目で、まあ例えばね昔脚本したことを誰かがそれ通りに反抗してるとか、うんうん、なんかその脚本がその反抗動機に何か関わってるって可能性はかなりあるとは思うんだけども、うん、なんかねこれいろいろインタビュー見たところ、秋元さんが企画原作を担当してると思うんだけども、結構ね実体験を元に作ったって書いてあるんですよ。おうおう、うん、なんか海外のあるところに泊まったらそこが病院の跡地でそこでちょっと怖い体験をしたから、そこから元にこの作品を作ったみたいなこと言ってるから、はい、ある意味主人公が脚本家っていうのはちょっと秋元さんをイメージしたとかね、うんうん、そういう可能性はあるのかな。そうだね、うん、まあ勝利君とちょっと似てる箇所もねなんか見えるし、なんとも言えない、なんとも言えないんだこれなんとも言えない、確かになんとも言えない、うん、で三森アリサに関してはアリサの父親は大学教授ってとこはちょっと覚えておいてもいいのかなって感じですね。そうね、うん、まあお偉いさんだよってとこはちょっと重要になってくるかもしれません、うん、はい。でこの最初のシーンで気になった点で言うと、まずは翔太郎の車をアリサが運転してるシーンだね。はい、そうね、うん、まあアリサが免許取り立てだから運転させてるとは言ってましたけども、ちょっとここ匂うよね。そうだね、結構大事な時じゃない、実家への挨拶に行くって時に、うん、そんなお気楽なことをしてる場合かねとは思うけどね。そうだね、うん、一応テレビ上では徹夜明けだったから私が代わりに運転するとは言ってたけど、そうだね、うん、まあ、あと白ヤギが道に来たっていうのも、まあ、サクとかが調べて一応悪魔の象徴みたいな、まあ、そういうモチーフにされやすい動物、うんうんうん、っていうのはネットではありましたけども、あから、ね、まあそういう今から悪夢が起きますよっていう演出だった気がしますね、うんうん、そこに意図とかはないからっていう感じですね。でその後ですねトラックを避けようとして崖に落ちるわけなんですけども、うん、まあこの辺でもちょっと気になるとこがあって、やっぱりアリサが病院に運ばれるシーンっていうのが一切描かれてないんだよね。そうだね、うんうん、反対に翔太郎のシーンはすごく描かれてたんだけども、はい、うん、まあここもちょっと匂うのかなと。そうだね、うん、なんかねやっぱ描かれてないっていうのは結構考察としてはリスクは伴うんだけども、うん、まあ、ここ描かないっていうのは何か裏があるからなのかなとは思えちゃうよね。まあそうだね、うん、でその後のシーンでもアリサは個室の部屋だったよと、うん、で翔太郎は結構みんながねいる相部屋だったってとこもちょっと何か理由がありそうだなとも思うし、そしてアリサの怪我の具合をね院長榎田が言ってましたけども、榎田が言うにはですねフロントガラスに右目を強打してたよと、
で他にもね、頬の肉がえぐられてたから臀部から移植しましたよとか、うん、結構怖いことがいろいろつらつら説明されてたんだけども、まあその様子を聞いてですね、アリサも傷の具合を見せたくないから翔太郎に会いたくないなみたいなことを言ってましたよね、はい、うんうん、まあここがアリサが怪しいっていうことではなくて、なんかこのシーンで思ったのは、割と病院側もアリサを翔太郎に会わせたくないような様子はずっと1話通じてあったじゃないですか。なんか感じましたね、うん、まあ、そこから考察すると、病院側はアリサを翔太郎に会わせないために顔に大きな傷を負ったと嘘をついた可能性もあるのかなと思ってて、はい、まあ、要はあの包帯をめくったら実は怪我なんてしてなかった、はい、みたいな展開もあるのかなとは思うよね。そうだね、うん、なんかこれがすごくありそうな気がしてて、っていうのも目のとこの包帯以外で体の部分とかはすごく綺麗だったんだよね、うん、で翔太郎も全身骨折したり傷だらけだったのに、うん、はい、運転席にいたアリサだけ本当にこの部分だけだから血とかを全くついてないんだよね。あ、そうだね、うん、うん、それがすごく怪しく感じたかな、うん、そうだね、うん、だから特になんかそういう事故の時に車に細工してましたみたいな、うん、はいはい、シートベルトが簡単に外れますよとか、そういうエアバッグがありませんよとか、うん、いう細工がねあれば怪我が極端に違うっていうのは分かるんだけども、はいはい、なんかそれもなんか難しい、現実的にあるのかっていうのがあるからね、まあ、そうだね、うん、まあこの車は翔太の車だし、そう、まあアリサをかなり疑うんだとしたら、その前にねシートベルトに翔太郎の方だけ細工をして、まあそうだね、で翔太郎だけちょっと飛ばされるようにしたとか、うん、もう考えられるんだけども、まあどっちかというと本当は両方とも無傷で気絶してただけなんだけども、はい、そこにまあ犯人とかまあ黒幕的な人物が来て翔太郎の方だけああいう傷を負わせたまあボコボコにしたみたいのも考察はできるのかな。まあね、普通だったらそんなひどいことするかと思うけど、はいはい、このドラマ全然やりそうなんですよ。そうだね、ちょっと黒い、まあ、まあ確かに確かに演出が多いから多いからね、うん、まあそういう可能性もあるのかなということで、そうだね、まあここまでねアリサが怪しいとは言ってるものの、まあ、アリサが黒幕っていうよりはアリサを犯人がまあ必要以上に執着してて、うん、隣の翔太郎を痛めつけようとした、うん、はいはい、アリサはそれに利用されたみたいな、だから無傷で済みましたみたいな展開はあるのかなっていう感じですね。いや、ぽいね、まあだいぶざっくりしてるんだけど、ちょっと1話の時点ではこんな感じですかね。まあそうだね、考えられるなら、うん、根本的なのは2人を引き離すと、うん、言ったのが思惑なんでしょうね。そうだね、うん、だから後半にもね犯人考察は軽くしてくんだけども、まあこの説だとやっぱ病院側、その中でも榎木田が関わってるのは傷を嘘ついた時点で間違いなくなるから、まあやっぱり見てればわかると思うけど病院側っていうのはかなり重要な役割にはなりそうだね、はい、で警察が翔太郎にね事情聴取をするとドライブレコーダーがオフになってたよっていうのもありましたね、うんうん、これもかなり重要で、翔太郎はオフにした覚えはないよと、買ってからずっとオンにしたままだよって言ってたので、はい、まあ、ここで考えられるのは犯人が事故の時のデータを消してそのままオフにしたっていう感じだよね、うん、そうだね、だから本当は映像が残ってたけどもちょっと映っちゃいけないものが映ったからその日のデータだけ削除してそのままオフにしたっていうのがかなり濃厚にはなってくるよね。うん、これはトラックの人物が消したのかね。まあ、まあ、それが一番簡単だよね。そうだよね、スムーズだし、この辺もアリサがやったとは思えないからね。まあね、思えないな。ちょっと一つ引っかかるのがさ、はい、一応その翔太郎ってその前日夜勤だったんでしょ。そうですね、だから一応その間にいろいろ細工はできそうな時間はまあそうあるよね、その設定っていうのもなんかちょっと引っかかるかなっていう、ね、うん、だからさっきサクはいろいろ細工ってありえないんじゃないかっていうふうに言ったけど、うんうんうん、それも意外とゼロじゃないのかなって感じはするよね。うん、こっからのドラマのその作り方とか方向性でそっちに行く可能性も全然あるよね、感じはするかな、うんうんうん、はい、じゃあこっから話を進めていって、夜になってですね夜間の担当紹介があったと思うんですけども、まあここオープニングでも話しましたけども、やっぱ西垣が本当に謎ですよね。うん、まあ21歳の新人ナースっていう紹介をされてましたけども、はい、まあ浅田美代子さんは66歳なので、あら、やっぱ21歳なわけはないんだよね。うん、で西垣含めてミクとかも入館証をここぶら下げてたんだけども、うん、そこの入館証を見ると、まあ、かなりぼやけてたので難しいんだけども、まあ、メガネはしてなかったんだよね。そうだね、うんうん、でなんかねちょっと若くも見える感じもしたんだよね、うんうん、だからあそこが実は浅田美代子さんじゃない
あー、なるほど、うん、まあ似てるすごい若い頃とか、はいはい、まあ、なんかその辺で裏がある可能性っていうのはありそうですね、うん、まあそうだね、まあ、実は本当に西垣っていう21歳の人がいて、うん、それになり変わったというか、うん、まあ、殺して代わりに自分がなったというか、うん、まあ、そういう感じもあるのかな、うん、翔太郎とか気づきそうだけどね、ここの写真違ったらね。そうだよね、うん、正直バレバレすぎる、まあそうだよな、じゃないですか、それって、まあね、だから本当コメディチックなオチだと思うんだよな、まあな、うん、今まあ無理やり考察しようとはしてみたけども、ね、まあ、正直ミスリード枠、まあ蓋開けてみればちょっと笑えるような、そうだね、うん、不気味なミスリード枠みたいな可能性はあるのかな、うん、まあね、そうだね、うん、まあ山根美久とかもね、なんか本当に21歳と思ってるリアクションしたり、そうなんだよね、で逆に松井っていう患者はね、本当のとこいくつなんですかってちゃんと聞いてたり、うん、まあ、人によってなんかリアクションもちょっと違ったりするから、うん、まあ、病院内で有名な話だけども患者は知らないみたいな、うん、なんかそういう触れちゃいけないとこみたいな、うん、そうね、だから翔太郎だけがそう見えてるとかいうわけではないとは分かったね、うん、うん、っていう感じですね、はい、でもう一人の怪しい病院関係者で言うと、まあ、翔太がね、アリサに会おうとちょっと病院を徘徊してるシーンで、偶然エレベーターで石原っていう人物が来たじゃないですか、うんうん、まあ、その時に必要なら筋弛緩剤も打とうかみたいな話をしてて、うん、で量はどうしますかみたいに対してもギリギリまで行こうよみたいなことを言ってたんだよね、うんうん、でその後に循環の間に呼吸が止まることはよくあることだよみたいな言ってて、うん、結構不気味な会話をしてたんだけども、まあここから考察するに呼吸困難に見せかけようとしてるって可能性が高いよね。そうね、うん、うん、まあ筋弛緩剤っていうのは筋肉の動きを弱める薬品だから、うん、まあ、それを打つことによって呼吸困難が起きる可能性があるから、うん、事故に見せかけようとしてる、もう殺人ですよね。いやそうだよね、うん、うん、ってなると石原も人を殺すような人間ではあるっていうことだよね。いやもうそうなればな、うん、でこのまま連続殺人について、そして初の犠牲者滝中についてちょっと考察していきますが、まあ、警察の工藤が言ってたけども、管内で連続殺人事件が起きてるよと。で管内っていうのは管轄内ってことなので、まあ、かなり近場でそういう事件が起きてるってことを言ってましたね、うん、でホワイトボードとかを見てもいろいろ情報が書いてあったんだけども、まあ要は戦利品として人体の一部を持ち帰ってるよと。はい、でそれが右耳だったり右手の指だったり右目だったり右足だったり頭部、まあ首から上全部だったり、まあ、その辺を持ち帰ってるのが特徴だよっていう話をしてて、はい、ってなるとやっぱり、まあ、今回の1話の最後に殺された滝中も体の半分がなくなってるわけだから、うん、やっぱりここは同一犯って考えるのが普通ではあるよね。まあそうだね、うん、うん、まあ、いきなり模倣犯って可能性もあるんだけども、うん、まあ、ここはちょっと同一犯として1回は考えたいかなって感じですよね、うん、ってなると逆にこの連続殺人と翔太ありさの事故、うん、ここがどうつながってくるのかっていうのが難しいよね。そうだね、うん、翔太ありさっていうのは別に殺されてもないし、うん、別に体の一部持ってかれたわけでもないから、うん、なんか一見つながってる風には見えないからね。そうだね、うん、ここどうつながるんだろうな。だから翔太とありさがまあ特別な位置なんだろうね。そうだよね、うん、特にありさだろうな。そうだね、まあね、うん、そういう滝中とか、まあ、以前に殺してた人たちは実験台ですとか、ただ部品が欲しかった、欲しかったっていうだけの存在、うんうん、そうだねかな今のところ、ね、でじゃあ滝中のね死亡についてちょっと触れていきたいけども、まあ滝中のプロフィールとしては椎間板ヘルニアで簡単な手術なのに3ヶ月も入院させられたよと、はい、うん、で1週間で退院したいと言ったけどもダメだったってことを言ってたので、やっぱり病院側は退院させないっていうのはあるよね。そうだね、うん、でこの後のシーンで翔太郎が後ろからね鈍器で殴られるシーンがあると思うんだけども、まあ、これ黒ずくめの人物だったってとこも含めてここは滝中ではないだろうな。あ、そうだね、うん、逆に滝中を殺した人物なんだろうねこれが。まあそうなるだろうな、うん、まあおそらくそれは間違いないかなって感じですね、うん、で翔太郎はですね気絶して朝起きるとベッドの上にいたよと、うん、で滝中はいなくて、その後に翔太郎の携帯を鳴らすと翔太郎のベッドの下から着信音が聞こえてきて、うん、そして引きずり出すと半分になってたよっていうことなんだけども、うん、まあやっぱりこれの犯人っていうのは気になるんだけども、うん、まあこれの犯人がすごく難しくて、まあ犯人に関してはさっきも言ったけども連続殺人犯の可能性が高いよと、うん、でさらに病院で殺されてるっていうところも含めて病院関係者の可能性も高い気はするよね。そうだな、うん、で動機に関して言うとやっぱりアリサと翔太郎を会わせようとしたから、
うん、まあ余計なことをしたからっていうのがまあ一番考えられる気はするよね。うん、そうだね。うん、まああともう一個考えられるとこで言うと、退院させたくない病院側っていうのがあるから、うん、まあずっと退院させないでいられたけども、もうこれ以上は無理だっていうことで、まあ殺したって可能性もゼロではないと思うんだけども、うん、まあ、やっぱりアリサと翔太郎がメインなわけだから、二人を合わせようとしたからっていう方がまあ一番の動機ではあるのかな。そうだね。ああ、そっか。うん、別になんか滝中に何か裏があるとかそういうことじゃないよね。だからそのなんか病院側と意見が食い違ってるとは言ってたけども、言ってたけどね、だからそれは病院側がいろいろ隠蔽してるからっていうことでしかないよね。そうだね、うん、まあやっぱり滝中の殺害がそのさっき言った連続殺人犯の仕業なら、病院関係者の関与がかなり濃厚だと思うから、うん、で前半の事故の件も怪我が嘘っていうのがね、考察が合ってるならば、ここもやっぱり病院関係者の関与っていうのが濃厚になるから、うん、割と全部のことに病院関係者が関わってきそうなんだよね。そうだね、だって結局そのさ、なかった翔太郎の携帯も病院で発見されるわけだし、そうだからもともと多分病院関係者が携帯は回収したんじゃないのかなっていうふうには取れると思うんだよね。そうだよね、まあ1話見てもね、ほとんどの人物が怪しく描かれてたから、そうだね、まあ、病院関係者が全員何もなかったですよっていうのはないと思う。はないな、逆に全員が何かに関与してましたよの方が今のところある気はするよね。そうね、だからそこの目的っていうのが大事になってくるんだろうね。だから割と今まであった犯人この人ですっていうよりは、犯人は結構大きい団体というか、あの病院のね、メンバーとかでなぜやったのか、ここはどういう場所なのかみたいなとこが考察要素になる可能性もあるのかな。まあそっちだと思うけどね、病院の謎に迫るみたいなことだよね。もう大裏切りで全然関係ないところから犯人来ましたとかもゼロではないけども、2話以降見てみてね、その辺もちょっと大きく考察していきましょう。はい、ということで正直この段階では謎だらけで、大きい謎3つとか紹介しようと思ったんだけども、よくよく考えたら全てが謎だから、そう、謎しかない。そうなんです。なのでもうちょっとその辺は待っていきましょうということで、やっぱ考察こういうのが楽しいですからね。めちゃくちゃ楽しい、何でも今考察できるから。いや本当にそう、俺らもね言うて凝り固まってるかもしんないから、いやそうだ、もっと外側の考察とかもぜひお待ちしておりますので、はい、ぜひコメントでよろしくお願いします。というわけで僕たちは他にもいろいろ活動してます。どんどんたくさんの考察しております。ぜひとも見ていただければと思います。というわけでどしどしコメント待ってます。以上六六でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画少しでも楽しいなと思ってくれた方はぜひとも登録ボタンお願いいたします。ということで最後にサク、はい、次の回で滝中の下半身が発見されるらしいです。どこでどんな風に発見される。新 CR 滝中の役物ですね。カキーンって言われました。カキーン発信なんだ。 CR 滝中。